70回目っすよ。なんか、すごいな。おぉ。何年やってんすか？ 70 ヶ月か。すごいな。ほとんど覚えてないわ。なんか、その中でも、小田さん、印象残ってる企画とかあったりしますか？印象？こんだけ忙しい中でも、もうこの研究室出続けていただいてますんで。もう愛していただいてるなとは思うんですけど、あーけどなんか花見やっぱり読みのもそうですわ。マゲティのやつや、まあ、覚えてるかも。盗み食いを、ね、盗み食いですね。盗み食いは面白かったですね。僕も周平さん怖すぎたんで覚えてます。僕は一番楽しかったのは、あの車中盛り上げようが一番楽しかったですね。旅行行った気分があったな。確かにすごい、そのぐらいの時ってすごいムードメーカーのやついたと思って。だから俺も 言おうか迷ったんだから。ヒューマンさんの遠くにぐらいのね。はい、そうですね。森谷さんとかどうですか、なんかその印象に残ってるこの70回の歴史の中でありますか？いや、俺もさっき今森本が言ってた、あの車中の旅館の方。あ、旅館の方ね。あった、うん、おもろかった。あの、あれ、森本さんがなんか旅館の人に怒られてるみたいな。あった。やっぱおもろかったですね。僕が持ってきたゲームが全然思い通りいかなくて、うん、違うゲームにさせられ、はあ、あので、なんかあのヘイモニカ、はい、ヘイモニカをね、でだくヘイモニカ加えて干潮して音だ出さないっていうゲームやったのに、僕のそのあの言うた穴を探すだけのゲームになってしまって、あやつるさんが被害被ったやつや。そうで、ウィキペディアに、僕のウィキペディアに穴探しゲームをが持ってるって書かれてた。違うのに。そんなゲーム俺。そのゲーム俺のじゃないなと思いながら。全然ちゃうゲーム。いや、めっちゃ覚えてんのは、その森谷の穴探してるときに、はい、すごい森谷ビクビクするんですよ。なんかそのビクビクってなるんですよ。で、なんかほんであれ最終なんか森谷が自分でそのケツ書いて、そのマジックでそこ刺したら服とか、もうわけわからんの。やれ。めちゃくちゃしてましたね。あれは覚えてます。殺そう。やっぱりあれのせいで森谷さんの普通のハーモニカ僕刺激足らないようだった。より濃い味してもうだから。ハーモニカ加えて四つん這いになってるやつが突っ込んでたからな。私一番ボケてるはずやのに。ちょっとボケたっすね。まあでも70回の歴史いろいろやってきましたけれども、さあ今夜も企画準備してございます。あれブルボンさん固まってます？あれあれリリシーめちゃくちゃリリシー動いてる。広いんよ。すいません。ブルボンさん、ちょっと何その今日の色。今日なんでそんな白いの？変やで。変やで。なんか、いや白だからこのテンション上がるとより白くなるあざなんですよ、このスーパースターの。まあ。ああ。なんかあの。さっきこの顔白くて固まってたんで、はいはい、なんか紙幣が映ってるかなと思いました。ええ、あ、1億円札と思いました。そう。何やねんこの返し。何なんですかその返事。スーパースターが紙幣になるぐらいやから。1億円札。1億円札。そうそう。だいな。そうそうって言ってる。めっちゃだるがられてるやん。子供みたいな扱いされてる。もう企画の説明いきますね。